こんにちは。本日は練習後のタバタトレーニング5分で最後の締め追い込みを行っていきましょう。今ね、あと5キロの、液地層ですね、終わったんですけれども、もうちょっと見てると、ちょっと今日いつもみたいにテンポよくできないんです。結構息が上がっちゃって、でこの5キロの液地層で辛いなーって時に最後5分 HIIT ですね、タバタ式トレーニングを行って最後にガツッと心拍数上げて行いたいと思うので、ぜひこれね、皆さんもトレーニング終わった後、練習終わった後に最後の締めとしてね、やっていただければいいんじゃないでしょうかね。はあ、さて、それでは早速やっていきましょう。OK、 それでは始めていきましょう。種目は4種目 ×2 セット、合計8種目行っていきます。1セット20秒で、インターバルは10秒、短いインターバルですけどね、合計4分ぐらいで終わります。この4分かなりきついですけどね、頑張っていきましょう。それでは始めていきます。それでは4分間の HIIT トレーニング始めていきましょう。まず最初の種目はバービージャンプから始めていきます。さあ、このバービージャンプは上に立ち上がるときは一気に伸び上がります。そして下に沈むときはできるだけお尻を落とします。反り腰になったりとか体をのけぞったりしないように注意してやってみましょう。さあ、あともう少しですね。初めなのでまだ元気に飛んでますね。初めのうちからしっかり全力で動く、これがすごく大事なポイントです。そしてインターバル中は軽く手足を振ってなるべく足を止めないようにしましょう。さあ、2種目目はスプリットジャンプ、レディー。 OK、 体まっすぐ起こして猫背になったりとか体が丸くなったり反り腰にならないようにしましょう。あとお尻できるだけ下に落として、しっかり下に大きな動きを意識してみてください。なるべく下を見たりね、しないようにね、しっかり前向いてチャレンジです。あともう少し。OK、 さあ、この辺りからちょっと息切れが激しいですけどね、足を止めずに頑張っていきましょう。次はパワースケーター左右の動きです。お尻をしっかり使っていきます。できるだけ大きな動き、この場合はしっかり地面を横に押して体を横にジャンプさせます。できるだけね、腕を大きく振ることによって体も大きく使うことできますので、ちょっとね、しんどい場合は腕をしっかり振りましょう。あー、息切れが激しい。頑張れるか、まだ。OK、 さあ、ちょっとしんどそうですけど大丈夫か。さあ、4種目目はもも上げになります。足しっかりね、もも上げて腕を振る、その場で走ります。さあ、なるべく、ね、下を見てほしくないんですけれども、ずっと下見てますね。多分かなりしんどいんだと思います。やっててすごくしんどかったです、これは。さあ、息切れも激しいですけどね、もうちょっともも上げてほしいですね。もうちょっと頑張ってほしいですね、これ。さあ、あともう少し。OK、 さあ、今折り返しですけど大丈夫かな。折り返しもうめちゃくちゃきつそうですね。さあ、アングルを変えてもう1種目目からいきましょう。バービージャンプから。あ、明らかにね、最初よりもジャンプ力が落ちてる気がします。ちょっときつくなってくるとね、顎が上がるんですよね。やっぱりね、体幹を支えられなくなると顎が上がって一生懸命飛ぼうとするんですけども、できるだけ顎が上がらないようにまっすぐ踏んで上がりましょう。あー、顎が上がってる。さあ、服を脱ぎたいけども脱げない。もうこのまま行くみたいですね。きついみたい。さあ、次はスプリットジャンプです。腕しっかり振って、さあ、お尻をね、下に落としてほしいんですけども、ちょっとやっぱり疲れてくるとお尻が落ちなくなるんですね。スピードも大事なんですけども、ちょっとお尻をしっかり落とすこと意識してほしいですね。さあ、頑張れ、もう少しです。喘ぎ声が多くなってきました。やってて本当にきつかったです。周りから変な目で見られました。さあ、パワースケーターです。ちょっと明らかに飛べてないけど大丈夫。もうちょっと頑張ってほしいですね、これ。下向きすぎ、下向きすぎ。ちょっとね、これ飛んでない。ただね横移動をしてるだけ。でもね、これ本当にきつかった。下水にしっかり踏んで押してかね、押して踏んで頑張って。最後のもも上げできるかな、できるか。そう、ラストです、頑張って。さあ、皆さんもラストですよ、頑張っていきましょう。腕しっかり振って、なるべくね、下を見ずに、最後ですからね、最後だからこそフォームを意識して腕しっかり振りましょう。あー、ちょっと息を吹き返したか。さあ、もう少しです、頑張れ。とにかく最後は全力で動く。はーい、 OK、 お疲れ様でした。皆さんもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。いや、いかがだったでしょうか。ちょっとね、息上がっちゃって、落ち着く前に乗ってるんですけども、ね、ただ4分間で、ね、これだけ心拍数が上がってかなり追い込みますので、練習終わった後にね、最後もう一追い込みっていう時にね、みんなでね、4分間練習会とかでね、この4分間使ってやっていただければかなり最後いい追い込みになると思いますので、楽しんでぜひね、この HIIT トレーニングね、タバタトレーニング練習の締めにやってみてください。これ全力でやるからこそ、意味がありますので、ぜひね、振り絞れる力しっかり振り絞って最後まで全力で行うようにしてください。お疲れ様でした。ナイストレーニングです。今日は質問コーナーはなしということでよろしくお願いします。それでは高山マラソン初の、野外トレーニングでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、あ、高評価よろしくね、お願いします。バイバーイ。これ外で撮ってめっちゃ恥ずかしいな。ケンナマさんこれよくやるわ、恥ずかしい。